とシルバーの戦い、赤とシルバーの戦いのような気がします。さあ、互いに12人の選手たちです。さあ、行って、コルバタは、腰を痛めつけるでいいでいい。でもね、男子の場合はね、両端にね、背筋めちゃくちゃあるからね。以前もですね、2019年だったかな、あのトンショ選手にですね、マドラスに来ていただいたことがあります。マドラスにおいては多分2度目の出場になるかと思います。体が動かないとね、足まんま来るからね、これね、内側靭帯やられちゃうよね、痛い。うー、でもうまいな、これはうまいな、うまい。これね、蹴飛ばされるときね、膝の上からやられるのが一番嫌ね、痛いね、痛い。あの、曲がらない方向に全部負荷がかかるから痛いのね。まあ多分長尾がね、今これやられたらすぐギブアップするけどね。はい、ギブアップですっていう感じ。もう横とかも本当にもう半月板殺し、半月板殺しですわ。スコーピオン、スコーピオンみたいなの、なんだろう、腕で打ってくる足固めなのかな。本当にね、もう今ね、技はもうレスラーでもあるいは関係者でも覚えきれないぐらいありますけどね。あります。で、また使う人によって名前があの変わるんですよね。ちょっと変わってる、本当にちょっとした握り方の、違いで名前がオリジナルティーで、まあ、変わったりとかですね。最終的にね、例えばね、いろんな俺の豆腐系とかいろんな豆腐とか出てるじゃないですか、ね、絹ごしの豆腐とかいろんな、そういっぱい出てるんですけど、最終的にはにがりを使った豆腐と一緒で、ただ名前が違うという、ブランドが違うという。要するにやってることはあんまり変わりはしないですけどね。ただこの殴る蹴る系はね、もうほんと我慢、って言いたくなる、って言いたくなる、言いたくなる、言ってるか。
殴ってるかってね、あのね、なんて言えばいいんだろうかな、この耳の下から、下顎のところから首のところですね、殴るんですね、みんなね。おい、ダンスを。あの、あのと、そのまっかなの顔すると、綺麗だね。さあ、先ほどの逆バージョンですね。前回の時もこれ使ってましたね。そのまま抑えに行った。スコーピオンの形だこれ。これね、ロープエスケープもですね、手先だけじゃダメなんですよね。手首までちゃんとしっかりと手首のところまでっていうのが原則です。跳躍力がやっぱ優れてるのはやっぱり違うんだよね。生物学的に違うんだと思う、絶対的に。だからある意味、そのバット見て、ドロップキックができたりとかするんですけど、まあ女子の中にもいますよ。はい、過去に素晴らしかったのはですね、私本当に知ってます。山崎いつき選手っていう昔ね、あの私たちの時代ですけども、彼女のその場からの跳躍力はすごかった。そして何を隠そう、北斗晶選手とその当時ですね、内藤さんも跳躍力すごかった。その場からもうまっすぐにジャンプできるという素晴らしい能力でした。さあ、それをですね、マリアが受け継ごうとしてますが、できるかな、マリアも頑張れ。ということでですね、これ危ない、今危ないぞ、煽られてるぞ。うー、トランスからの1回転か、もう、うん、これは悔しいよね、これ悔しい。決まると思ったんだけどな、これはな。